当初500人のところを、8万人の方から応募がありました。大阪万博当時のその思い出といいますかですね、そのやはり人々にすごく印象があったのかなと。それとあとはやはり太陽の塔岡本太郎さんのその人気がですね、非常に根強いものだったんだなということを改めて感じました。工事の前の1970年の大阪万博当時、姿ですね、それを見ていただける最後の機会となっております。